はい。えー、いつか公開のコーナーでございます。今回もですね、メールをいただいた方と、まあ、これはね、ちょっとプライバシーに配慮しながらですけども、まあ、裏舞台をね、皆様にいつかお見せしようかと思いまして、今日、2022年11月29日深夜2時半の私の変身動画についてのやりとりをいつか公開させていただこうかと思います。じゃあ、よろしくお願いします。 えと今回メールいただいたのは T さんという方でございます。まあいろんなね、打ち合わせと、あとはね、えー、いろんな考えのすり合わせということがありますけども、普段はこれはね、あの、一般公開しないんですけども、まあたまにはね、こうやって一般公開をしながらの動画もいいんじゃないかなと思いますね。えー、まずね、得点をつけていきたいということだったんですよ。えっ、ー、と、実はズーム対談本日の夜9時にするんですけども、そのズーム対談の中で、まあこんな得点はどうかなってことでね、えー、ご提案いただいております。えー、得点1。 えー、YouTube 塾の1か月体験プログラムに3000で参加できるということなんでやっぱりねいろんな塾を販売する中で体験プログラムっていうのがかなり有効じゃないかなと私も思ってるんですよねで私の場合はほとんどのお速下塾のプログラムっていうのは公開してるんですよで速下塾に入ったら何が変わるかっていうと基本的には何も変わらないんですよ速下塾に入らなくたって別にの教育コンテンツっていうのはね提供できるんですよね まあ、じゃあなんで速下塾に入る意味があるのってことですけども私の考えとしてはずっと自分自身がね即下塾のノウハウなり即下塾の熟成さのことをどん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 ね情報提供する中であの恩を感じる人とかねいろんなためになることを教えてくれてありがとうってう方が恩返しのつもりで即下塾に入るっていうふうな切り口でやってるんですよだから速下塾に入らないとこれはできませんよこれは内緒ですよっていうのが基本的にはないんですよたただあるとしたら 即家塾の熟成さんは、その人が商売うまくいくために、私が自分のアカウントから全力で提供、バックアップをするってことですよね。具体的に言うと、例えばズーム対談で T アップをして、この人の商品買いましょうよっていうふうに進めていくことですよね。で、そうなると、私のチャンネル登録、そして再生数、もしくは YouTube の更新頻度とか、あらゆるメディアの中で、無名な人を有名にすることができるんですよ。 で無名な人が有名っていうと、有名って言っても別に脚光を浴びるような有名人ではありませんけども、少なくとも私と関わりを持った、まあ、1万4、5 0人の中の CM が打てるってことですよね。もちろん1万数千人がもう今となって私の、ね、動画を見てるとは思いませんけども、ただ新しい人が入るってことで、あのー、久しぶりに見てみようかっていうね、流れが1万5千人の中で起きるってことなんですよ。でもチャンネル登録が少なければ、それなりに濃いのかもしれませんけども、もうね、 早めに、その新規さんとの関わりっていうのは枯渇するってことになりますので、やっぱり1万人以上のチャンネル登録がね、あって、今でも、やっぱり数万再生を、時にはね、私も出すわけなんですけどもあの、潜在力はかなりあるんだろうなと思います。一言でまとめると、即可塾に入っての特典の一つとしては、チャンネル登録1万人以上の私のアカウントでいつでも紹介、何度でもしてもらえるってことじゃないかなと思います。ちょっとあの、熟成しちゃんじゃない方にはこのサービスは提供してませんので、ここを使っていただければなと思うんですけどね。 えっとそして、えー、この体験プログラム、ね、今回 T さんの体験プログラムなんですけども詳細はお問い合わせいただいた方ということになってますんで、うん、お問い合わせをねバンバン入れていただけるように私も番組作りしていこうかと思いますさらにこの特典に参加してくれた人に対しては直近で15万回再生された実績ができたのでその極意もお伝えするということなんですよね やっぱりね、ネットで稼ごうと思ったら、アクセスが取れるってことは必須条件ですよ。アクセスがある程度なければ、販売っていうのは生まれできませんし、そのマーケットも限られてくるんですよ。確かに再生数、例えばね、10再生で、商品を2つ3つ売ることはできますよ。でも、どんなに売っても10個までなんですよ。でも、1万再生あったらどうでしょうかね。1万再生あると、最高で1万個売れていくわけなんですよ。ね、そういうふうに考えると、10個に1個売れた人が、じゃあ、 1>, 1万再生だったら何個売れますっていうような確率の問題でかなりの売り上げっていうのは取れていくんじゃないかなと思いますあの商売やってる以上売り上げをたくさん取るっていうノウハウスキル実績っていうのはやっぱりついてもありますからだからね売り上げに挑戦する瞬間ってのもビジネスを知る限りは持たなければならないことこだと思いますねはいでえっと反省点がいろいろ書いてますね今の自分に足りてないことっていうことなんですけども集客動画に関するベネフィットの提示うん そそうそうメリットとベネフィットってあるんですよね。メリットは何なのか、それは自分と関わること、もしくは自分の商品を提供を受けることによって、どんな利点があるか、そして、ベネフィットっていうのは、その利点を生かして、どんな未来が生きるかってことなんで、メリットとベネフィットに分けてお伝えする動画があるといいですよね。で、えー、とここに書いてますけども、欲しくさせるための動機。はいあの 悩みにもっともっとね、フォーカスしていかないといけなくって、動画を見てる方がもやもやとしてる言葉に表しきれない、あの、概念ですよね。これを一つの言葉にして、こういうふな未来が待ってますよ。そのために私のコンテンツ、例えばね、なんだろうな、あの、受信力ですよね。いろんな情報を受け取っても、なかなかそれを発信のネタにできない。 じゃあ受信力を高めていきましょう受信力を高めるために私のコンテンツにはこんなコーナーがあってこんな実績を出していますよっていうお話をしていくとあ確かに自分はいろんなネタを探してるけどもどうも橋に結びついてないそれは情報を受け取る時の受信力に違いがあるんだなとじゃあ受信力っていうのをしっかりもらうためにやっぱ体験プログラムぐらい受け取れたらいいよねっていうふうに感じさせるかねそれからその商品を手に入れた時の未来ですよ で、今、例えば収入が30万とか40万でやってる。でも、もう一つ抜け切って、収入を50万、60万にしたらどんな世界が待ってるのかな。そうした時には時間の自由もできて、奥さんにもいろいろしてあげて、子供たちにも親にもこういうふうにしてあげれるんじゃないかなっていうふうな、月収でプラス20万、30万増えた時の世界っていうものをね、ありありと見してあげることなんですよね。で、私の場合は、私の場合はね、例えば、月収が200万前後ずっと進めるとどうなるかっていうと、も、ま、う、あ、すでにね、 子供にやってあげれることも、家族にやってあげれることも、全く変わるんですよ。で、YouTube で収入を得れるようになると、何がすごい大きいかっていうと、出勤する必要がないと。組織に属して、その組織の理論で動く必要がないんですよ。全部自分の正義でやっていけるんですよね。だから、他人の作った組織に入る、いわゆる会社に入って勤めるってことは、収入と、収入が保障されるのと逆にですね、金のために働かなくちゃいけないっていうところがすごく大きいんですよ。 これ多くの人は感じてないと思いますけども会社に出社するそして給料をもらうってことは組織の理論で動かなければお金をあげませんよっていう悪魔な契約をしてるんですよねじゃあ時にはお客様に迷惑をかけてもそれは組織を守るためだからしょうがないよねってことで隠蔽が堂々行われたりするでしょう NHK とかあーそれからね大手自動車会社の問題とかリコール隠しとかっていうので大手でもやるわけですよでそれは お客さんに迷惑がかかるかもしれないけども、組織を守らなければ、より多くのお客様に迷惑がかかるっていう、おかしな組織の理論なんですよ。個人でやってたら、いや、一人のお客さんを裏切るわけにいかないってなるでしょ。でも、組織で言ってると、なぜかね、お客さんより組織の方が強い権限を持ったりするわけなんですよね。で、YouTube をやってると、そういうふうに自分の正義を、組織の正義と入れ替える必要がないってところが大きいなと思います。ですんで、 自分の正しい人生を堂々と生きていきたい方は組織が離れて一人で稼ぐっていう方法を勝ち取ってはいかがでしょうかと思いますねはいえそしてえー、ね T さんのすごいところはね自分の足りないところをちゃんと自分で咀嚼してここなんじゃないかなっていうふうに仮説を立てることなんですよでその仮説を証明するためのこれから動画の作成にかかっていくと思いますんでえー、答えはすぐ得れるんですよね、うん、はいそれとは別に 信頼構築はある程度できたけども高いお金は出せないっていう方がいらっしゃるということなんですけどもこれね高いお金が正確には出せていないわけじゃないと思うんですよ、うん、ここはね販売者の方があの高いものを買ってくれないっていうふうに考えるんじゃなくてやっぱり、ね、高いものを売ってあげるっていう精神マインドに変わらないといけないでしょうねじゃあなんでフェラーリっていうのなんで売れるのかなと3000万5000万金持ちしか買わないんですかって話なんですけどもそうじゃないんですよ 欲しい人ってのは3000万をどうやって作るかってことを考えるし、維持ほどのように構築していくかってことを考えるんですよ。いや、そんなわけないだろうと思うかもしれませんけども、じゃあ、フェラーリだから分かりにくいけども、じゃあね、あのー、恋愛に関してはどうかなと思うんですよ。自分が心底好きになった、ね、女の子がいるとして、高根の花だと思ってね、あの人はあの人に釣り合った人がいると思うのが愛情なのか、それとも、いや、自分はこの人が、 もう大好きなんでその人にアプローチしてできれば振り向いてもらえるために自分を高めていくぞっていうふうに考えていくのかですよねでこれね実はねある女の子を好きになってその人に見合うような自分になろうとするエネルギーって恋愛の貴重な成長に関するエネルギーだと思うんですけどもじゃああの人は高根の旗で花で自分とは不釣り合いだから狙うのをやめて自分はそこそこの人と付き合おうかなと思うのが相手のそこそこで付き合われた方にとってどうかなってことなんですよね。 だから商売も同じように高いお金が出せないっていうのはまだその人の感じる価値に自分の商品提供とか紹介が追いついてないんですよねだからやっぱりこう無理してでも欲しくなるような働きかけができるようにならなくちゃいけないし例えばね10万とか20万の商品がポンポン売れるようにならないと結局は YouTube なりネットで商売をしていても苦しい不安で仕方がないような人生が実際続いちゃうんですよね でそういう方からサポートを十分受けれるかっていうと受けれないんでもっと売れなくなるってことになるんですよ。うん、やっぱり24時間自分はあの、まあ、お客様のため視聴者さんのために細かくやっていく気概があるよとか、うん、場合によっては家族を後回しにしてでもそれができるんだよっていう覚悟を見せていくこととか実際にどのぐらいのことをねやろうとしてるのかっていうふうな今後の展望を、まあ、しっかりと見せていくことそこは大きいんじゃないかなと思うんですよ。 どうしてもね、実績がある人っていうのは、実績ばかりを打ち出していく傾向にありますけども、そうじゃないと。俺はこんなところで終わらないと。もっともっとすげえやつに、今年はなる、来年はなるっていうところに、その今年とか来年を一緒に内側から見ていきませんかっていうことで入塾をお勧めするっていうところもあると思うんですよ。だから、この人ここで止まっちゃうんじゃないだろうかとか、過去の実績はあるけども、これからの時代に、マーケットに対応できるんだろうかどうかっていうふうな、声にならない声を受け取ったときに、 いや私は2024年にはこうなってますよ2025年にはここまで行くんですよっていう風に見していけるかどうかでしょうねだから未来を見していくっていうことその未来にあなたも来ませんかっていう風に巻き込んでいくことまあ、こういったところもいるんじゃないかなと思うんですよねだからコンテンツをただなぞって 問い合わせが来たら回答するんじゃなくって、こちらの方から新しいね、プラスアルファのコンテンツをどん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 付け加えていくのが私のコミュニティですよっていうふうにやっていくと、おーなんかすごそうだなっていう未知の好奇心に対してもベッドしてくれるんじゃないかなと思うんですよね。はい。まあある意味ね、体験プログラムを選ぶことによって、この体験プログラムだったら、まあこの金額が妥当じゃないかなっていうふうにね眠い目されちゃうんで、いや実際に本編が始まったらまだまだこういうふうに 次の段階考えてるんですよっていうことをちゃんとね出せているかってことなんじゃないかなと思うんですよ。はい。えー、でもね、まとめてますけども、えーと、私のね、速っか塾に習って、えー、頭金1万円30年ローンみたいな30年払い、30万円合計っていうのもいいんじゃないですか。試してみるとよろしいかと思います。はい。えー、ただこれをやるとね、すごく大きなデメリットがあります。何かっていうと、 じゃあ頭金1万30年ローンやりますよね、うん、でそれをやめた時に今度は一括30万っていうプランがすごく打ちにくくなるんですよ。うん、だから私もねまだ30年ローンを払ってる途中の人がいる中でじゃあ自分のコンテンツの大幅な変更ができるかなって言ったら結構ねこれは難しいと思いますよ。<laughs> だからそこも考えていかなくちゃいけないかなと思います。頭金1万円で30年ローンをやるのはいいんだけども その後、塾の販売形式、変化させることができるかどうかということも考えてのことで進めていくということですよね。はい。で、えー、今の T さんの場合だと、お客様を増やしてサポートして実績をつけていくことが求められるフェーズなのでって書いてますね。はい。いろんなパターンを本当に計画して、うん。あ、これはよく企画されてるなと思いますね。はい。これでよろしいんじゃないかなと思います。 うん、だから私が今言えるのはね、うん、じゃあこれから自分はどんなことを計画して自分の塾コンテンツにプラスアルファーするしようとしてるのは何なのかってことなんですよね。そこじゃないですかね。実際にズーム対談をボン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 2023年盛り込んでいきますよと自分の塾生はその中でどんどんティーアップして知名度を広げていくし自分のアクセスはつまりは塾生さんのアクセスなんですよっていうふうにね。 道をこう開いていくような姿勢を見せれるかどうかっていうことも大いにあるんじゃないかなと思うんですよ、うん、体験をするってことはその体験の延長線上に想像できるようなあの塾の形であってはいけないんですよね想像もできないような例えば体験する10倍100倍ぐらいのポテンシャルが控えてるなっていう風うに感じすることが結局 30万を安く見せる50万を安く見せる100万を安く見せるような演出になってきますんであの価格が変わらなくてもそこに寝ごろ感をどのように打ち出していくかってところを肉付けする、まあ、そこがちょっとねまだ足りてなかったのかなと思いますよねだからね YouTube を中心にやっていくんだったらどんな あ動画が安定してアクセスを取れるだろうかどんなキーワードを埋め込めばいいんだろうかとかどんなサムネイルが当たるんだろうかとかね例えば個別で何であなたはここ止まりなんだろうかってことをビシッと言ってあげることとかも大事だと思います、うん、でそれに対して鍛え直してほしいっていう方が高額な金額を払ってでも参加してくるってことですよねでそこに対してまあ出せる範囲でいいですよって妥協するとその人もできる範囲でしかやらなくなるんですよ でビジネスってのは未知の自分への挑戦ですからできないからこそできるまでやるっていうところとかね分からないからこそ分かるまでやるっていうふうなそのいばらの道という道を進むことを決めた人にあの備えられた成功というゴールなんですよねだからいばらの道は道じゃないと思って進むのを躊躇する人には、うん、やっぱりね下駄を履かせないといけないところもありますよねはいちょっと長くなりましたけどこの辺にしておきましょうかあのやっぱこう未知の可能性をねもっともっと 見していくっていうことなんじゃないかなと思いながらのいつか公開のコーナーでございました。はい、じゃあ本編でお会いしましょう。